再開、はい再開ということで。いや。ちょっと待って、ちょっと待って。あは。今変な方にスライドしたよ、勝手に手が。あ。縁があったら。何やってんだ俺。待ってください。それだけの技を持っているのに。影見が。なんで俺今そこで押せなかったんだ。今勝手にさ手が。動画の引きに使いたかったのに、あれを動画の引きに使い、もうやり直すことできんね、コンティニューしたからね。これをもう一回やり直して、あそこから行こうと思ったら25日の朝からやり直したな。25日の朝から。頭おかしいのかよ俺は。影見、あのじいさんが武術を教えてくれることは知っていた。なんかそのサブイベ一覧みたいなやつで見ていた。だからなんかこっちの方に来たらなんかあるかもしれんなと思ってたんだよ。楽しみにしてたのに影見を忘れてしまった。もうここで覚えられない。影見、あとねトムがなんかねハリケーンキックみたいな技を教えてくれた気がするんだよ。でもいつどのタイミングでどうやっては覚えてない。トムが影見、マッドエンジェルスのことをもう少し探って、もう探ることなんか何もないでしょうよ。もう一回じいさんに頼み込んで、あのすいません、さっきあの教わなくていいっつったんですけど、もう一回あの教えてもらってもいいですかねってこう頭下げてさ教えてもらいに行こう。技やっぱ欲しい。ここにいたよな、いないな、じいさんいねえ。マーク何やってんだい。マッドエンジェルスのことを聞きたいんだけど。やめようぜリョウ、あいつらとは関わるな。弱気だな随分と。じゃあもう一回。あの、Why?なぜあいつらのことをそんなに聞くんだ。 お前も奴らに何か。え、いや、なんでもない。お？お？マークの様子は変だ。何か知っているのか。何か知ってそうだ。なあ、マーク、奴らはデンジャラスだ。デンジャラス、近づくな。あの、マッドエンジェルスのことなんだけど。やめろ、悪いしつこすぎる。一緒食いついたら話さない。いや、すぐ話してるか。一緒食いついたら話さないってのも一日中尾行する勢いだよな。それぐらいずっと質問攻めにすりゃ。だが話しかけていく。なあ、マーク。なあ、マーク。奴らはデンジャラスだ。そうか。それしか言わんのか。多分ね、7時にならんと帰れんのじゃねえかと思ったんだけど。またなんかイベントが。なんかあるね。怪しい。雪降りしきるクリスマスの港に一人。終わった。なぜ？気象。気象。諦めの悪い男だな。お前ってやつは。何のようだ。ボディーガードでは技を教えてやろうってことさ。技を。大きなお世話だ。マッドエンジェルスごときに手こずっていては乱定には歯が立たんぞ。うるさい、お前の助けなんか。なんでツンデレなの。それもいい。だが人の行為は素直に受けた方がいいぞ。さあどうする。やるのか。やる。これはやる。よし。どうしてもというなら教わってやってもいい。なんでこの騎士とそんなに対決まあいい対決対立しようとしてるんだ。まず型を教える。よく見ておく。よく見ておく。そのスーツでいいのか。後方に一歩重心を移し、下がると同時に蹴りを放つ。うん、これが遠線攻撃。遠線攻撃だ。覚えておこう。最初は体さばきからやってみた。
そんなところだろう。な、次は下がるのと同時に蹴りを放つんだ。やってみろ。蹴り。これか。ほう。まあいいだろう。いいだろう。初めてにしてはマシな方だ。コツはつかんだ。まだ動きはぎこちないがな。この遠線攻撃の用法を教えてやろう。用法？一瞬後方に引くことで敵を深く誘い込み、そこでカウンターを取るってことか。その通り。この際だ。徹底的に教えてやろう。どうだ。もっと練習してみるか。面白いよ、シェンムーは。見ていてやるからやってみろ。こういう要素をさ、あんまり下がってないけどな。あんまり下がってないよな。そろそろいいだろう。そろそろいいだろう。まだ続けるか。まだ続ける。もういいでしょ。いや、もうちょっとやらせてくれ。ああ、頼む。わかった。続けろ。後ろへってあの、ビジュアルメモに出てる。面白いよな、やっぱこうやってあの技を教えてもらうの面白いよ。まだ続けるか。しかもその技のポイントをさ、あの解説してくれるじゃん、教えながら。いや、もう大丈夫だ。一つ一つ最初から覚えてる技も全部はその教えてくれたいのにね。一つ一つゆっくりゆっくり技を全部教えてくれるみたいなさ。あくまでお前の修練次第だ。ああ、まあせいぜい、まあ、持ったら持ったらしちゃうけどさ、それもそれでシェムそこもっと押してよかったんじゃないかなもんと思うよ。あの前パンチとか後ろキックと後ろパンチとかそういう風なところが全部さ、いちいち技を自分で覚えていくみたいな、あのエピソード絡めて覚えていくみたいなあってもいいんじゃねえかなって気もするかな。そしたらなんか猫が飛び出すシーンとかでもいちいちこう、あ、これはこれにこういう風に技につながるかもしれないみたいな、俺に技を、そういう風なシナリオがあってもどうしても香港に行く気か。香港。ああ、やめておけ。死にに行くと分かっていてもな。それでも行く。なんでだよ。そうか、そうか。いや、こいつ本当何も考えてないぞ。あんまりこう話しても意味ないぞ。俺がお前だったら同じことをする。止めとけ。それが答えだ。それが答えだ。いや、どうだろうな。その死んじゃ意味ないと思うんだけど、死んとんと単身だからさ、単身乗り込んでなんとかなると思ってるけどさ、そりゃあの親父としてもさ、そんなにそれ望んでないんじゃねえのって気もするけどな。親父としても。あ、やっと帰れそうだ。ここで練習できると思うんだよ。ここでな。あ、入れん。あれ？港でも練習スポットがあった気がするんだけどな。うん？ここも入れねえよ。うん。なんか港の駐車場でも技の練習できたような気がするんだけどな。まあいいや。バス乗って帰ろう。今回、てかこの午後からで。午後からの練習、朝起きてで、朝起きてでリフト動かして、あ、来た。リフト動かして、どっから再開したんだっけ。じいさんに技を教えてもらう2回分か。頭が働いてない。3回分か。朝一で3発取ってんのかなと思ったけど、あ、2発目か。続けざまに2本目ってことか。うん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 とかって言ってる。一つの動画のサイズってのがこのアマレココって使ってんだけどね。アマレココ TV って使ってんだけど、20分ぐらい撮ったらね、8ギガとかになるんだね、動画の大きさがね。8ギガって相当よ。
8ギガ、ギガ。30分とかになると10ギガとかになるから。まあこのさサイズよな。Google ドライブのさ、あの容量が15ギガじゃん。俺の20分の動画を2本上げたらもう満タンになるレベル。原崎に話しかける。日坂さんから聞いたんだけど、はい、港って危ないところなんでしょ。はい、そんなことはない。そうだぞ。騒ぎに巻き込まれたって。巻き込まれようとしてるぞ。大丈夫だ。大丈夫じゃない。そう、ああ、ちょっとなんかかわいそうじゃない。そうって。葉月くん、無茶しないで。また。ああ、じゃあな。またクリスマスだと言うのに。すいません。おや、あの、りょうで、ボケとる。ああ、そうです、ボケとる。クリスマスにイベントの一つもない。寂しいゲームだな。寂しい現実を見せつけていくようなゲームだな。でもクリスマスさえ過ぎれば、あの、ある程度考えなくて済む。その辺のことはもう、クリスマスさえ過ぎればな、さえ過ぎればな、クリスマスさえ過ぎれば、もう寝ましょう。特にイベントの起こるようなこともな。そうだ、9時15分。明日も早い。明日も9時から港でアルバイトをしなければいけませんね。こういう公園でさ、いたりしないのかな、原崎が。練習したりするだけか、やっぱり。練習していくか。ここで練習できそうだな。練習してみるか。ちょっと一回だけ、あの、飛燕、怠けたら腕が鈍るからな。飛燕なんたらをチェックしたい。面白いことを最近気づいてね。ここまでにしない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 。バッ、スタートボタンそうなのか。こうやってね、まあ、ただ飛燕なんちゃって、旋風をあれしてるんだけど、旋風。飛燕、どれだ、飛燕光脚、これか。これ覚えたばっかりでしょ。これね、あ、違う。旋風を強化する。あ、これであの、どうやって出すかがわかるわ。風車とかね、まあそういう飛燕光脚ね。どれだ、これか、違う、B ボタン、違う、あ、ちょっと何モタクサやってんだよ。ここまでにしておこう。しない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 。モタクサやってる、モタクサやってる。これだ、 B ボタン、 X ボタンを押すとね、技の解説が一つ一つある。最初の前蹴りはテコンドーの蹴りに近い。フェイントのようなもので相手を誘い込んだ後、本命のかかととして迎撃する。迎撃してないじゃん、これ、よく見ると。してるのかな？まあ。これを見ていくと、時々ね、例えば、重ね当てとか、そのね、ここ見ると、より、熟達するとより深く相手に踏み込み威力を高めるようになるとか、こうほら、あの、熟達すると素早く2度相手を投げ払うようになるとかって書いてあるでしょ。これ見る限り一発じゃんね。後ろ前前、これ練習すれば、練習すればここのゲージが上がっていくのね。うっすら見えるかな、この大々色のやつが。で、多分中級、上級、級上に熟達すればするほど技の、技が自体が変わってくる、うん、だと思うんですよね。で、実際この旋風はなんかやりまくると上達すると周囲の敵の足を一気に投げ払うことができるって書いてあるから、これ魅力と思って今さっきからずっと練習してたんだけど、見えてない感で練習してたんだけどね。見えてない2日間のうちの1日で。だからまあその、こうか、こうやってこうこまめに練習しまくる、
することによって熟達する。熟達すると技の威力が上がって強くなると。葉月亮の HP が増えたり攻撃力が増えたりするわけじゃないんだけど、技が上達することによって強くなるっていうのはちょっと面白いよね。面白いけど、まああんまりそんなシーンを見せていってもね、動画的に面白くないだろうから、システムとしては面白いんだけど動画としては面白くないってことになっちゃうから、それはまあできない。ひたすらこの延々この飛燕攻撃を打ちまくってる、打ちまくって練習してる動画とか、まあちょっと動画にならないよね正直。よほど俺の喋りがね、喋りが熟達してればねね、このここまでにしておこう。喋りが熟達すれば間を持たせることも可能かもしれない。それはちょっと、ほら見てくれ、飛燕攻撃の青色部分わかるかな。ほらこんだけ上達したっていうのがわかるわけですね。今まあ軽く10発ぐらい撃ったとして、まああと100発ぐらいあれを練習す、100発中級の方だと思うけどな、ぐらいすれば中級になって、さらにそこから100発出れば上級になるというわけだ。200発ぐらいこれを練習すればちょっと威力の高くなって違う形の技が見れるようになったりするんだろうけど、そのねその時間をちょっと実況の中では作れんよね。ぜひ皆さんシェンムーを実際に買ってプレイして、その熟達した技をねご覧になっていただければと思いますね。っていうかそういう動画ってないんですかね、シェンムーの熟達技一覧みたいな。作ろうか、いや作らんけど作らんけど、技の中でさ、もうこんな時間か、今日は早く帰らないと。投げ技もあるじゃん、投げ技でもさ、投げ技ってさ練習できないんだよね、福さんぐらいしか相手がいないから。キツネさん、じゃあ帰ろう。なぜ狐を見たんだろう。投げ技はさ、投げ技もなんか開くとさ、技書開くとさ、熟達するとうんぬんって書いてあるんだけどさ、ちょっと迷惑かもしれないな中村、熟達するとうんぬんって書いてあるんだけど、熟達できないんだよな投げ技に関しては。どこでその投げ技を清めるのかよくわかんないんだよな。これは以前やった時も、以前もほんと何年前、十何年前にやった時にも思ったことではあるか。10年何年前になるのかな、本当にちょっと信じられないんだけど、俺の心はシェンムーの中に保存されている記憶が。でもそういうのってあるね、なんか昔やったものの中に自分の記憶が置いたままなんか忘れてるみたいなことって、だからそれをもう一回追憶っつうのかな、記憶を呼び覚ますつかね。とりあえず話しかけてみますか。イネさん。イネさん。リオさん。とやかく申し。わかった。それじゃ。はい。とやかく。しかしクリスマスだと言ってね、本当に何もなかったな。よし、じゃあここまで。ほなまた。ほなまたって今言ったのはあれだよ、足音が外をダダダダって言ってからね、もしかしたらガチャリと入ってくるかもしれないと一瞬焦った。ここまででいいな。よし、それじゃあまあここまでにします。ほなまた、ほなまた次の動画でお会いしましょう。パート40…2…3…4…44 回になる。次パート44でお会いしましょう。ほなまた、何回もほなまた言って